ビアマ道場。今回挑んでいくのは俺だよ嫌だれ。ワンロードワンストックで勝負します。さあ、ワンロードワンストックで俺だよ嫌だれの対戦。俺だよ嫌だれもワンロードワンストックやったことありません。さあ、さすがにここハピヤマ勝たないとちょっとまずい、いろいろまずい展開ですが、俺だよ嫌だれ、ちょっと炎症ダメージ。さあ、ハピヤマしかし危ない。さあ、俺だよ嫌だれが来るが、ここは落として耐えました、ハピヤマ。さあ、なんとかこの、さあ、2本目です。ハピヤマがリード。さあ、ここで1対1にできるか。俺だよ嫌だれはここ勝って1対1にできるか。さっさと殴られるハピヤマ。俺だよ嫌だれもかなり攻めるスタイルです。俺だよ嫌だれ、さあ、初めてやるということで、逆にハピヤマもどういうスタイルでいくかというのもわからないような形でもあります。さあ、俺だよ嫌だれ横からちら横をちらつかせていく。さあ、攻めたんですが、ここ落ちて耐えられません。ハピヤマが2連勝。さあ、久々に2連勝しました、初戦から。さあ、ハピヤマ勝てばストレート勝利。ここは勝って主催者復活の意地を見せたい。さあ、俺だよ嫌だれはもう負けられません。さあ、一旦落とすハピヤマ。おーっと、ハピヤマ落ちてしまう。さあ、ここは死んでしまいました、ハピヤマ。ここ1点返される。さすがにストレート勝利とはいきませんでした。4本目です。ハピヤマ VS 俺らやられの4本目。依然ここはハピヤマが有利な状態。さあ、ハピヤマは、俺らやられが塞ぐ。さあ、一旦上に登ります、ハピヤマ。さあ、こっからどう攻めていくか。さあ、殴られる、ハピヤマ、ハピ太郎。殴れられ、おっと、ちょっとブロックに押し出されそうになりますか。大丈夫。さあ、この横をちらつかせる俺だよ嫌だれ。そこを壊して削っていくハピヤマ。さあ、非常に削っていくが、さあ、おっと、俺だよ嫌だれどこに行った。さあ、下に行く。ああ、ハピヤマ落ちてしまう。ああ、ハピヤマ死にました。これで2連勝としました、俺らはやだれ。2連敗のうち2連勝で、さあ、この勝負で決まります。俺だよ嫌だれ、これで逆転、大逆転なるか。それともハピヤマ入ったの、最後はなんとか勝って勝利となるか。さあ、スタート。殴っていく。勝った方しかそのまま勝者となります。最後まで分からない勝負になっているこの俺だよ嫌だれとハピヤマ。俺だよ嫌だれ上を取る。さあ、ここはちょっとただ削っていく。ハピヤマ、ハピヤマ削る。さあ、ちょっとここは一旦ハピヤマも上に行くか。さあ、俺だよ嫌だれをなんとか、ここは落としていくか。さあ、落としていって耐えられない。さあ、ハピヤマは最後はハピヤマ勝って勝利しました。モンスターハピヤマ